この写真は日露戦争の英雄乃木希典と東郷平八郎が兵服を着て並んで撮影された珍しいものです。時は1911年、大英帝国の歴史に記録されるべき正義となったジョージ5世戴冠式の随員に選ばれた両大将の姿を収めた写真です。この戴冠式に日本が国の威信をかけて参列していたことをご存知でしょうか。この年は第3次日英同盟が合意したばかりで、前年には第2次日露協約も結ばれています。明治維新以来、ロシアなど大国の脅威から初めて解放された日本。日本はこの戴冠式を諸外国の王族や VIP の前で日本の国力をアピールする絶好の機会と考えました。この動画では海外に日本の存在感を示すために選ばれた人物を紹介し、旅のプロセスも説明していきます。どうぞ最後までご視聴ください。面白そうだなと感じていただけましたら、チャンネル登録もお願いします。時代背景と日本の動き。ジョージ5世は大英帝国の絶頂期を象徴するヴィクトリア女王の孫で、エリザベス2世の祖父、チャールズ現国王の曽祖父にあたります。長寿だったヴィクトリアの王子であるエドワード7世は59歳で即位ですが、その治世は9年と短期でした。ジョージ5世が即位したのはヴィクトリア朝からまだ10年後。当時の英国は植民地こそ多いものの、ドイツやアメリカに経済覇権を脅かされつつある時期。この戴冠式を機に再び世界に威厳を示そうと考えていました。戴冠式の情報は日本にもすぐ入りました。英国駐在の加藤孝明公使から外務省に伝えられます。そこで海軍大臣の耳にも入り、海軍は軍艦2隻の派遣を即決、加藤を通じて英国に伝えます。しかし英国側の返事は、外国軍艦の参加は各国1隻、停泊場所もないので2隻は受け入れられないというものでした。それでも海軍は段取りを進め、島村駿を海軍中将を指揮官として1等巡洋艦クラマと2等巡洋艦トネの派遣を決めます。何度頼んでも英国は1隻しか認めてくれないので、英国王の冠冠式にはクラマのみ参列、トネは随行するだけという方針を決めます。海軍は強引に2隻を派遣させ、あわよくば2隻とも冠冠式に参列させようと目論んでいました。一方、戴冠式には明治天皇の名代として東伏見宮頼仁親王と金子妃の参列が早々に決まっていました。移動の船は日本郵船の豪華客船鴨丸となり、随員には乃木希典、東郷平八郎の陸海の両大将が選ばれます。日露戦争の英雄の知名度を生かし、日本の国威をアピールしようとしたのでしょう。東伏見宮頼仁親王、金子夫妻。ここで明治天皇の名代に選ばれた東伏見宮頼仁親王夫妻の略歴を紹介します。頼仁親王は伏見宮家に生まれ、幼少時に山科宮家の養子となるのですが、西洋の君主国のように皇族が軍務に就くことが奨励された当時のムードの中、9歳で海軍兵学校に入学します。その後イギリスに留学し、3年後にフランスに移ってブレスト海軍兵学校に入学します。卒業後は海軍の少尉となって帰国、東伏見宮を創設しました。帰国後はバリバリの海軍軍人として活躍し、日清日露戦争に出征、日本海海戦にも千代田の艦長として参戦していました。皇族でありながらガチな戦闘にも参加している経歴が明治天皇の代理に選ばれる大きな要素になったに違いありません。親王妃は旧名を岩倉兼子といい、岩倉朋美の孫にあたります。華族女学校から東京女学館に転校して卒業、英語にピアノ、漢学に和歌に絵画と一流の先生から学び、徹底したお嬢様教育を受けます。容姿端麗で知られ、21歳で頼仁親王と結婚。結婚後も教養や語学に磨きをかけ、社交界で活躍します。1893年に来日したオーストリア皇太子フランツ・フェルディナンドは、舞踏会で会った頼仁親王妃を極めて美しく魅力にあふれた女性と評しました。頼仁親王とともに西洋の社交界でも見劣りしない語学力と教養を身につけていたので、戴冠式への参列者としてはまさに適任だったと言えましょう。乃木希典と東郷平八郎。乃木希典は日露戦争の最激戦旅順要塞攻略を指揮しました。旅順はロシア側が3年は持ちこたえると豪語した要塞であり、乃木の率いる第3軍は多大な犠牲を強いられました。しかし乃木は戦術を正面からの強襲から塹壕坑道からの攻撃を交えた正攻法に切り替え、要衝の203高地を攻略、わずか半年で旅順要塞を降伏させました。この勝利と敵将ステッセルとの会見で相手の名誉を重んじたエピソードが世界的に報じられ、乃木は世界中の称賛を集めました。東郷平八郎は
日露戦争で連合艦隊司令長官として戦争の勝敗を決定づける日本海海戦に臨みました。ヨーロッパから極東に向けて開港してきたロシアのバルチック艦隊を迎撃、東郷は敵前で大回答を行うという大胆な指示を出し勝利を収めました。バルチック艦隊は艦艇のほぼ全てが損失を受け、大艦隊同士の決戦として史上稀に見る一方的な勝利でした。戦勝の立役者となった東郷平八郎は国内外で英雄視され、東洋のネルソンと称されるようになりました。乃木は陸軍、東郷は海軍の英雄ですが、乃木は62歳、東郷が64歳と東郷の方が2年先輩になります。なので今回の船旅では乃木は東郷の弟分として何事も東郷の意見に従ったようです。乃木は普段から質素で軍服以外の服を着ようとしませんでしたが、英国では兵服参加のパーティーもあるため周囲はだいぶ気をもんだようです。副官が恐る恐る服装を提案したところ、乃木はすでに兵服を注文済みでした。前もって東郷にアドバイスをもらい、それに従っていたのでした。しかし兵服着装までは良くても、さすがに兵服で写真撮影となると難色を示したようです。実は鴨丸での移動中、世界中の港で記念撮影を求められましたが、一人なら断るところを東郷から、ささ、乃木さんもここへと臨席を示されると断れません。この動画冒頭で紹介した写真では乃木が東郷から顔を背けているように見えますが、恥ずかしくてたまらない乃木はどうしても顔をしかめたりうつむいたりしてしまいます。カメラマンに何度言われても直らなかったそうです。東京からロンドンへの船旅、一行は4月12日にカモ丸にて横浜を出港し、神戸と門司に寄港して17日上海に向け日本を離れました。上海、香港を経由して4月30日にシンガポール入港。香港にもシンガポールにも大英帝国の総督府が置かれており、一行は総督からの歓待を受けます。5月5日にシンガポール出港、ベナンを経由して9日にセイロン島のコロンボに入港します。ここでもセイロン総督の歓迎を受け11日コロンボ出港。ここから一気にインド洋を横断して17日にソマリア沖のアデン湾に、翌18日航海に入りました。23日スエズ運河を無事過ぎてエジプトのポートサイドに到着。ここでも一行は大人気、現地のエジプト人が歓迎のプラカードを並べたり、東郷乃木の似顔絵を大きく看板で掲げたりして上陸を期待されていましたが、押し気味のスケジュールのためやむなく故事、先を急ぎます。29日マルセイユに入港します。ここで乃木と東郷を撮影した写真も何枚か残っています。そして6月2日にジブラルタル通過、7日にロンドンのティルベリー港に到着しました。2ヶ月近い長旅でしたが、豪華客船での移動、寄港地も多く観光も楽しめる快適な旅でした。寄港地はどこも英国の影響下にある都市で、当時の大英帝国支配地域の大きさを実感します。ロンドンでの一行、戴冠式は6月22日に予定されており、ロンドン到着から少し時間がありました。頼仁親王と親王妃は正式にロンドン市街に入るまでホテル暮らし、時々郊外で観光やドライブを楽しんでいたそうです。東郷と乃木はハイドパークのホテルに入りました。日英同盟の関係と東郷乃木の随行により、英国民の注目は日本施設に集まり、各新聞は一行の動きを報じます。スタンダード紙は、各国の施設が来営されているが、イギリス国民の心からの歓迎は日本帝国の施設に対してより勝るものはないだろう。また各国より多数の名士が参列されるが、東郷、乃木、両大将の輝きに争いうるものはないだろうとの社説を掲げています。22日は戴冠式当日、ジョージ5世と各国皇族、親王夫妻含むはバッキンガム宮殿を出てウェストミンスター寺院での戴冠式へ、乃木ら随行員はウェストミンスターで待機。戴冠式が終わるとまた皇族一行は宮殿に戻り、乃木と東郷は馬車でホテルに戻ります。ここでも乃木と東郷は大人気で、帽子やハンカチを振ってヒーローと叫ぶ群衆に馬車を取り囲まれ、二人もまた馬上から帽子を振って応えました。翌日の23日外務大臣主催の晩餐会があり、各国代表皇族と特派大使のみのご招待のはずが、特別に頼仁親王夫妻に乃木と東郷の随行が認められたりなど、日本使節団は優遇されます。24日の観艦式では、ジョージ5世の上官に続く愚武艦エンチャントレス号に、外国人では東郷と副官の谷口直美だけが招待されました。観艦式に参列した英国艦艇は戦艦32隻含む167隻、世界17カ国の軍艦18隻もずらりと並びます。日本海軍肝煎りの巡洋艦クラマとトネもその中にありました。外国船は1国につき1隻とされていたのに、無理やりねじ込んで日本艦だけ2隻、海軍の目論見通りになりましたが、認めたイギリス側も懐が大きかったんですね。その後の園遊会でも
ジョージ5世から乃木東郷に日本に帰った後も英国に対して長く友情を保ってほしいとの言葉を直接かけられるなど、両大将にとって名誉なだけでなく在留邦人にとっても誇りに思えるような出来事が続きました。この写真はジョージ5世戴冠式参列の記念として、戴冠式の全行事が終了した6月28日に撮影されたものです。前列の一番右に乃木、左隣に頼仁親王夫妻、一番左に東郷が写っています。正装の軍服での撮影でほっとしたのでしょうか。乃木さんカメラ目線です。その後頼仁親王夫妻は再びカモマロにて帰途に着きます。乃木はパリ、ベルリン、ウィーン、バルカン諸国を視察してから、東郷はアメリカを国賓待遇で訪問してから帰国しました。今回はジョージ5世戴冠式での日本使節団の動きをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。戴冠式の情報をキャッチしてからの初動から日本の国力をアピールする場にしようと準備しただけあって、全てがうまく噛み合ったように感じます。随員として乃木と東郷を選んだのも大正解でした。外交活動の成功例としてもっと多くの人に知ってほしいと思いました。当チャンネルでは今後も歴史上の興味深い出来事を扱っていきます。本動画を面白いなと感じられましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。